宮城県内まだ台風は離れているんですが、湿った空気の影響でも南部を中心に雨が降っているところがあります。大河原町の一目マンボウさん、午前6時半ごろ雨がザーザー降り出しました。今日はこの後こうした県の南西部を中心に雨足が強まるところが出てきそうです。そして台風7号なんですが、非常に強い勢力に発達していまして、この後県内には明日の朝にかけて最も近づいてくる予想となっています。県内はですね、今夜から県の南部を中心に大雨による土砂災害などに警戒が必要で、北東の風もどんどん強まっていきますので、沿岸部を中心に暴風や高波にも警戒してください。こうした状況が明日の昼前にかけて続きそうです。